から見せれる。じゃんじゃんじゃーん。同一人物か。そうです。一回すっぴんにして化粧落としてもう一回薄メイクにしました。全然メイクしてない。だからちょっと涙袋をかきすぎたかな。お風呂ね入ってないですね。まだお風呂入るまで時間あるからちょっとだけしようと思って。で今日はもうやらへんかなと。お、かわいい、ありがとうございます。あ、すっぴんじゃないですよ。すっぴんじゃないです。ほらアイライン描いてるから。はい、そうなんですよ。すっぴんではないんですけどね。あとリップも塗りました。そうですね、肌は何もやってない。下地だ、下地もやってないです。4と10番が協力と…お、マジですか。そう、ナチュラルメイクってやつ。ちょっぴんそう、ちょっとだけちょいすっぴん。すっぴんではないんですけどね。そう、ナチュラルメイク、ナチュラルメイクにしました。ツイッター見ましたよ。なんか編集してくれてる人もおったりしました。チーク塗ってないんですよ。赤いだけかな。赤いだけ、ちょっと暑いから赤いだけ。そう、チーク塗ってないのに赤い、なんでやろ。気持ちはすっぴん。そう気持ちすっぴんでいきますね。赤いよね。でもほら取れないんですよ。チーク塗ってなくて結構赤い。巡回します。お、いってらっしゃーい。お、また来ましたよ、やっほー。夜ご飯はね、あのゆで卵食べました。叩いた、え、ほっぺを。自然チーク、そう、自然ナチュラルチークナチュラルチークです。あ、でも遅すぎても入ってこへんのかな。95人、まだ100人も行ってない。残念結構あれですね。でも1日目結構多かったですよね。1日目、2日目、なんか6000人ぐらい。ツイッターに共有してく。お、行ってらっしゃーい、ありがとう。こんばんは。お、トップ画が変わりました。トップ画かバーチャル、ん、このあれが変わりましたよね。なんか赤い女の子やった気がする。こんばんは。少し長めに話すまで話していただくことできますか。少し長めに何話せばいいんですか。話す内容をもらえれば。この時間は戦撃区、この時間は、ん、こんばんは、初見です、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは、初見さん、ありがとうございます。もうね、巻きが取れてきてます。巻いてないんですよね、追加で。そう漏れいくいるよ、来てね。大丈夫、ありがとう。あ、激戦区、あ、戦撃区って思った激戦区、え、どういうことだろう。あ、この配信結構人少なめって感じかな。お、100人超えましたね、超えましたね。初訪問多い、結構初訪問多いですね、結構ね、結構多いですよ。じゃあ初訪問の方のためにじゃん、こちらをお見せしたいと思います。お、こんばんは。あー、他にも配信してる人、あ、多いですよね。確かにこの時間多いかも。あー、メンバーの方がやってる時間ってことか。そっか、だから少ないんか。逆にこの時間なら
みんな入ってきてくれるかなと思ったけど、そういうわけではないんか。そもそも推しの配信見てる人も多いから、ああ、確かにそうですよね。確かにそれはそう。推しの配信は大事ですよね。自分もともと推しメンのところに行くね。そうなんですか。いってらっしゃい。セドン事故ることが好き。はい、そうなんです。事故っちゃいます、こういう時。はい。はいはい。やってたら増えてくるよ。お、じゃあやっときますね。国配信終わりの飛ばせ初心マークを勧誘するのです。あー、はいはいはい、そういうことね。流しとかないとね。はい。こんばんは。どうですか皆さん、覚えました？覚えましたか？私の自己紹介ボード。ニャントーク再びです。盛り上がってきてますね。おお、やった。ここにいてくれるんですね。こんばんは。おお、バリ君とブラン君。おお、正解正解。あと2人、あと2匹いますね、猫ちゃんが。おお、お、なんかいっぱい星を投げてくれる方がいますか。星は見れないんでしたっけ。こんばんは。こんな感じです。ルシアンブルーと、あともう2匹です。え、うん、もう2匹います。ルシアンブルーの子を合わせたらあと3匹ですね。登場してない猫ちゃんがあと3匹います。くしゃみが、そうです、猫4犬1。くしゃみをしたいけど出ない。あーってなる。出なかったです。250人、やったー。こんばんは。え、10連発いつかしますね。いつかしたいと思います。10連発。テンション下がってるかな、さすがに。私ですか、下がってました。こんばんは。こんばんは、はじめまして。試験さんや、はじめまして。くしゃみしたいとき明るいものとかを出たら、あ、電気を見ればいいんですね。やばい、ずっと下向いとった、やばいとなって。やっぱ少ないですね、入ってくる人が。入ってくる人が少ないよ。星な気がするな。星になっちゃってます、星になっちゃってますよ。タイミングね。くしゃみする、フォローして。おお、やった、ありがとうございます。欲しい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 、絶対わざとの欲しい。お、流れ星が、お、こんちゃんからの流れ星、イエーイ、流れてきました、いっぱい。こんばんは、さっきも来てくれましたね。こんばんは。巡回する人を釣るにはテロップ工夫するかカラオケ配信がおすすめかな。え、そうなんですか。テロップハッシュタグにしちゃった。でカラオケ配信は有線イヤホンがないからできないという、配信に向いてない人すぎますね、イヤホン持ってないし。え、どうしよう、テロップってどんなんがいいんですか。
他の人たちどんなにしてんやろ。それもちょっと勉強がてら見に行かなダメですね。はい、自己紹介。はい、17歳です。あ、私おもろいよとか書いたらいいんですかね。あ、そういうこと。めっちゃ自分の魅力あるからトークメインでもおもろい。いや、歌ったり しなダメですよね。しますね、歌ったり。またルームのトークテーマ。おお、トークテーマ。トークテーマ、テーマをもし決めたとしてもいろんなことを喋っちゃうんですよ。いろんなことを喋っちゃう。アシングだよ。星持ってんだよ。持ってんなら飛んでみろよ。煽る感じで いきます。煽る感じ見えるんかな。おってなるようなテーマ。はい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 。今時の JK について語ろう。はいはい。興味を引いてもらえたらとりあえず見てみるかになります。そうですよね、確かに。こんばんは、こんばんみ。邪魔すんで。邪魔するんやったら帰ってよ。嘘です、言ってくださいね。こするようなテロップ。何ですか、分からへん。僕星持ってないです。そうなんですか。星は所有権がいるんですかね。得意です、バスケットやってました。あ、それ書いて、待って、書くの忘れたんやけど。暴走トークで落とせます。暴走トーク言うの、暴走トーク。そう、ピンク。バスケット書くかけどさ、書く場所がない。どこに書こう。あ、絵ね、絵描きましょう。絵なら得意ですよ。あ、得意ではないね。バスケットボールはね、さすがにね、やってたんでね、そこはさすがに。イラスト描いて、もう紙のペースが。そうなんです、こんばんは。もう紙の幸せバター。私あれなんですよ、ポテトチップスで一番美味しいの、好きなの、幸せバター。気が合いますね。イラスト、はーい、こんばんは。自分は好きなスリーポイントシュートが。おお、バスケットしてたんですね。わかります、スリーポイントね、結構あれ入れますよね、力がいるんですよ女の子は。描けますよ、イラストね。はいはいはい。そうね、そうね、ちょっとね、描きますね。ちょっと絵文字を見ます。絵文字を見たいと思います。いいんじゃない、結構うまいと思いますよ。色もちゃんと塗ってね、絵文字ちゃんあたり。はーい、 I'm from インドネシア。イエーイ、インドネシア。なんか名前インドネシアみたい。野球ボールとか書いちゃいます。野球ボールも書けるでしょ。野球ボールとテニスボールの違いがわからない。表現書くときもなんか見て書いてた。あ、しー。内緒内緒。しっかり覚えてくれてる。忘れていいとこ覚えてますね。じゃん、2つ描きました。可愛くない、隙間に字は書いてないけど、バスケットしてましたっていう字は。ちょっと絵を描いてアピール。こんばんは、よくない。
どうよどうよ、どうですね、うまいでしょ。はぁ、なになになに。私は日本から来ました。ジャパニーズから来ました。サッカーボール描いたら初心者、卓球描いたら中級者、キャベツ描いたら上級者。ほうほうほう、え、描いたら、あ、キャベツ、キャベツ描こうかな。じゃあキャベツ描けばいいんでしょ。キャベツを黄色え、オレンジに塗りましたよ。オレンジに、オレンジになりました。 Thank you インドネシアズファン、お、ありがとうございます。私の代わりに言ってくれた。なんかね、紙あるかね。紙ね、なんかね、紙ね。キャベツは難しそうだな。いや、キャベツは難しいですよ、さすがに。ボールはね、まあまだ丸いからかけたとしても、キャベツって難しくないですか。あ、可愛いでしょこれ。え、これのことかな。これのこと言ってくれてるんかな。クッション可愛くないですか。ね、キャベツ、キャベツ書きます。キャベツ、こちら。順位争い炸裂ですか。炸裂じゃないよな。お、ちょっと8位になっちゃったよ。8位になっちゃってますよ。キャベツ、え、めっちゃむずっ。あ、けど結構熾烈や。こんばんは、こんばんは。大根簡単だよ。あ、大根はね、確かに簡単。大根も書きます。じゃあキャベツ難しいですよ。ひょっとして漢字苦手。漢字苦手ですね。キャベツ、キャベツ OK かも。結構、結構 OK かも。キャベツできました。キャベツ。これこれ、キャベツ、キャベツできました。これです、キャベツ、キャベツ。キャベツ。いや、スイカかけますよ。スイカの方がうまいかもしれん、逆に。スイカはね、かけますよ。ナナがギャグっぽくないし大丈夫。こら、会社で何々すんじゃないよ。ごまかすんじゃないよって感じかな。絵もうまくなったね。優しいですね。これをうまくなったねって言ってくれるあたりがね。スイカ描きます。スイカね、描きますね。スイカ、え、スイカ絶対うまい。もう文句は言わせねーって感じで描きたいと思います。スイカね、ねえ、なってきたでしょ。ちょっと慣れてきましたね。ベテラン、ベテランなので、配信者、配信者なのでね、私は。いい感じですよ。え、スイカはめっちゃ、あ、カットスイカ、え、そうなん、カットスイカのこと。普通のあの丸いやつかいと思った。え、絶対うまい。これはじゃん、ほらほらほら、スイカ、スイカ割りの光景は無理。さすがに誰でも無理。こんばんは。じゃん、うまいでしょ。これなら、これはうまいでしょ。これはスイカでしょ。よし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 、これはね、んー、ナス。あ、次ナス、ナスいきます。ナスビ、ナスビとナスビって言いますよね。スイカの絵描いてと言われたら、カブトムシもセットで描くとポイントが。
カブトムシね。え、カブトムシむずくね。カブトムシ、カブトムシ割ったら中身違うとかない？いやいや、スイカですよ、スイカですよ。ほらどう、カブトムシ見えるかな、見える、ピントが合わへん。これカブトムシ、アリアリじゃない、ジェンなんか、違います、カブトムシジェにしか見えない。はい、じゃあ次のお題どうぞ。ごまかしてる、カブトムシは正解で、え、マジですか。次のお題を、あ、ナスって言ってましたっけ、ナスビ、ナスビいきます。タン押し、しばらくは、やったー、タン押しって私だけってこと、イエーイ、やったね。あ、こんばんは、イラスト得意なの、え、得意じゃないんですよ、みんなにあのちょっと笑ってもらうために下手な絵を描いております。スイカはね、うまかったでしょ。お、こんばんは、プロフィールの字書くのは待ってください、ありがとうございます。そうです、お、気づいたら500人いってました。パチパチパチ、お、はじめまして、はじめまして。ドラえもんいいね、犬を横から描いてみて、犬を、はい、描いてみます。ドラえもんも描きますね、ドラえもん。なんか綺麗な紙ないかな、ちょっと紙を、絵のインパクトで人を集めるそうです。そうです、こんばんは、あれですね、テスト用紙の裏で書きたいと思います。なんだっけ、犬の横顔ね、 OK、 任せてー。あ、待った待った、間違った、え、どうやって書けばいい、え、書かせてめちゃ受けてたよ、おー、そうなんや、じゃあ書きます。え、犬、やばいかも。ちょっとじゃあ書き直そう。未確認線。鼻、鼻って長いか。こんな感じ。鼻で口。足足足、じゃーん、可愛くね、これが、これが耳で、これが鼻、鼻で、これがベロ、ベロです。
何のつもり。はい、じゃあ、はい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 、はい、じゃあね、ドラえもん、ドラえもん、まるかユーフォが落ちて、お、キマ来てくれた、ありがとうございます。何のウィンガーミン、ごめん、キマアリクイ、赤、全部それに見えますね。ちょっとちょっと、え、これスヌーピーでしょ、どう見てもスヌーピー、え、怒られる。どうですか、違う、これこれは違かった。これ違いますか、これ違います、明るい元気あれね、笑います、スヌーピーですね、そうですそうです、もちみ、おお、あ、あ、あ、そうだそうだ、間違った、そう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 、こういう風に書くんやった、ほら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 、これドライヤー。とりあえずなんか書くのクイズ出す、クイズ出しましょう、箸置きあるけど、こういうの、らっきょう、これもらっきょう、らっきょうに見える、確かに、ちょっとちょっと、あー、焼酎の。どうですかこれね、ちょっと良くなりました、アドバイスで、だいぶマシ、ドライヤー一番似て、確かに確かにってなったね、弟子入り。マシになった、モーグリ。マシになりましたね、ちょっとそうそう、ちょっと耳伸びた、終了時間、え、そう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 、あ、ごめん、あと4分で、あと4分でした、ですね、なんで首だけなの、いやいや、下書けないからに決まってんじゃないですか。56分、ありがとうございます、あと4分、じゃあスクショタイムいってきます、あ、逆やった。これはい、どうぞ。逆。パシャ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 、ずっと見てたよ、ありがとうございます、嬉しい、どう、逆もツイートしよう、あ、じゃあ逆、はい、逆バージョン、逆バージョンで、今日は悪見られそうです、なんで。なんで。いい夢でしょ。お、よかった、入れ替わりですか、ツイートしてくださいね、なんさっき左から映る、左右非対称なんですよ、めっちゃ、ちょっとこっちの口角を上げる、どうですか、どうです、逆と逆、こんな感じ、どう、逆にするのよ。どうですか、いい感じ、お、よかったよかった、さあ今何分でしょう、はい、あ、やばい。事故っちゃいました、ちょっと事故はなくそうと思ったのに。最後の最後に、最後の最後に事故ってしまった。700人事故ってしまいましたね。では、お、そろそろ、じゃあ皆さんツイート見に行くので、そうね、あれないだけマシ、
見に行きますね。お、いっぱいツイートしてくれそう。さっき見に行ったら全然みんなやってくれてなかったんですけど。じゃあ、はい、もうそろそろ10時になるのでルールを守って終わりたいと思います。じゃあね、また明日ね、ありがとう、おやすみ、バイバーイ、バイバーイ、ありがとう、おやすみ、怒られるから。おやすみ、またね。